はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ジジイです。今日ね、ご紹介するのは、はい、これです。ベルボンさんの自撮り棒になります。はい、今更ね、自撮り棒買ってどうすんのっていう話ですけども、まあね、このチャンネルでもいろいろね、過去に自撮り棒をご紹介してまいりましたけども、はい、まあね、いろいろなかなかね、しっくりする自撮り棒がありません。ね。で、まあ今回ちょっとこれ買ってみたのはね、いろいろまあ理由があるんですけども、それはね、ちょっと開封しながらね、ご説明したいと思います。最近だとちょっと観光地でもね、自撮り棒がなかなかね、使えなかったり禁止されてるとこもあるんですけども、まあちょっとね、近場でちょっと検証動画なんか撮るときには、ちょっと自撮り棒なんかね、持ってると、まあ便利かなと。で、まあ、最近だとね、ジンバル買いましたんで、ジンバルでね、スマートフォンで撮ったりする分にはいいんですけども、まあデジカメをね、ちょっとつけてみたりとか、あとね、私が持ってるアイビスミニだとか、アクションカムだとかね、ちょっとした時に、まあ使いたいという時は、やっぱりね、ジンバルよりも、こういった自撮り棒の方がね、使いやすかったりしますんで、まあ今回はちょっとまあベルボンさんということでね、買ってみました。タイムセールでね、アマゾンさんのタイムセールでちょっと買ってみました。はい、パッケージの方はね、こんな感じになっております。裏にね、いろいろフィーチャーが書かれてましてね、スッと伸びるとか、あとまあアクセサリー品がね、いろいろセット品としてね、ついております。はい、型番はここにもね、書いてますけども、CVSS6 ということでね、モノポットというね、名称になっております。はい、商品の方はね、概要欄の方にね、リンクを、Amazon さんのリンクを貼っておきますので、この動画をね、ご覧になった後、興味ある方はね、ちょっと Amazon さんの方ね、覗いてみてもらえればというふうに思います。ではね、早速、中身をね、開封していきたいと思います。はい、それではね、早速中身の方をね、開けていきましょう。はい、ざーっとね、パッと出しますと、こんな感じでね、セッティングされております。そして、箱の中身には、はい、これはね、説明書になっておりますね。クイックスタートガイドみたいな感じの、おそらくビローンと広げてね、結構大きく広がる説明書だと思いますけども。まあ、ちょっとね、見せておきましょう。まあ、各部の名称だとか、製品の仕様だとかね、使い方なんかが、ざっとね、こういう冊子1枚に書かれております。はい、区分としてはね、雲台の使い方ね、それからスマートフォンホルダーの使い方、それから、このね、伸縮のね、仕方、固定の仕方ね、それから、足の長さの調整だとか、あとハンドストラップのね、付け方とか、それから三脚の取り付けということで、まあ大きくね、この6つのパートに分かれて、細かくね、書かれております。あと、裏面には色々注意事項がありますので、ご使用の前に読んでいただければということと、下の裏側のね、裏側か、表側の下の方には保証書がね、付いておりますので、はい、これ捨てないでね、持っておいた方がいいと思います。はい、これがね、一つ入っておりました。はい。で、全体のパッケージがね、こんな風にね、パッケージングされてますけども、はい、一つ一つ見てまいりましょう。これがね、ハンドストラップですね。ハンドストラップですねって取り掛けたんだけど、本体にもうついちゃってるからね、後にしましょう。はい、それから本体ぶら下げるね、こういうカラピナ、ね、ベルトのフックとかにもね、カバンだとか、そういうとこにぶら下げられるね、こういうカラピナがね、ついております。はい、これよくあるタイプのカラピナですね。こう、バネの反力でね、ロックができるというやつですね。これがね、赤色が一つについております。はい、それから袋に入っているこれは、スマートフォンホルダーですね。はい、ちょっとね、これを開封していきましょう。よいしょ。結構硬いね、硬質なナイロンに、綺麗にね、梱包されております。はい、バリ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 ですね。なんかすごい音がしておりますけども。はい、よくあるタイプのね、スマートフォンを、まあ、引っ掛けるホルダーですね。はい、ここにね、見えるかな?ベルボンと、ロゴが入っております。ブルボンじゃないですよ。ブルボンだとお菓子になっちゃいますからね。これベルボンです。ね、意外とまあ、昔からこういった、カメラ関係のね、三脚だとか一脚だとか、こういう周辺機器を出されている、まあ、メーカーさんですね。はい、一応、バネでね、こう、上側だけがこうね、
はい、伸びる形になっております。結構大きなスマートフォン、6インチとかでもいくんじゃないのかな、これぐらい引っ張って伸びるっていうことはね。はい、上げて引っ掛けるタイプの、こういったホルダーになってますね。ここにね、ネジ穴が切ってあるのと、下側にネジ穴が切ってあるんで、まあ通常ね、こういった形でスマートフォンつけるタイプ。それから、なんかこう、上に向けてね、つけたい、かませたいときはね、この下側のネジを使うというね、2方向にネジ穴が切ってある便利な、まあホルダーが一つね、ついております。はい。で、そのね、ホルダーの使い方ね、なんかは、ここにね、また別の冊子で、説明書があります。はい。ね、これ親切ですね。はい。で、いよいよ本体なんですけども、まずね、本体の下側にさっきね、皆さんに個別にね、見せたかったこのね、ハンドストラップね。これあるとね、落とさないでいいですね。こう手かけて持っとけるからね。はい。で、全体的にはね、こんな感じになっております。これね、一応、商品名かな、これ。コレマンって書いてあるのかな、コーレマンかな、なんかそんな、ステッカーが貼ってありますね。はい。で、グリップのところはね、これなんだろう、ちょっとね、ラバーシスタイプ、ね。ラバーシスタイプになってます。結構ね、滑り止めが効いてますんで、こう、持った時にしっかりホールドできます。ちょっとね、ゴム的なこのラバーシスの匂いがね、そんなね、臭くないですよ。比較的ちょっと無臭に近い感じの、あ、これだとね、ゴム製品よくね、すごい匂いがきつくて、ああ、匂いでダメだっていう方もおっしゃる、方がおられますけども、これはね、私でも大丈夫。うん、匂い気にならない。だからこれ安心してね、持っていられるって感じですかね。はい。で、先っちょにはね、ここにも一応ベルボンと、さっきの型番、CVSS6 っていうね、型番が入ってます。で、肝心の取り付けのここですけど、首のところはね、これは自由運台ではなくて、チルト運台っていうやつですかね。はい、ここの横のネジでね、緩めて、こういったね、こういった角度ね、180度に頭が触れる、そんなやつですね。自由運台だとね、横方向にも触れますけども、これはもう前後にしかね、触れないタイプですね。私はこれでね、十分でございます。あんまりね、自由運台で横も触れちゃうとね、なんか角度がね、まっすぐこっち、こう傾けたいけど、チルトプラス横がね、つくと、なんかこう斜めになってこうね、なかなか画面が合わせにくかったりするんですけども、こういうチルトだともう方向が決まるからね、どっちかというと私はこっちの方がね、使いやすいかなと思ってます。それから、肝心のね、取り付け部ですけども、これよくね、デジカメでもこうやってね、これごと回さなきゃいけないやつとかね、ありますけども、これはここにね、ネジが、ベゼルネジがついてるんで、パーンとカメラを置いてね、このネジをくーって回すことで、ね、簡単に、締め付けができます。だからこれいちいちね、自撮り棒ごとね、こうやってね、回す必要がないというね、ここもね、なかなかいいんじゃないかなと思ってます。はい。で、赤のラインがあって、で、まあ、下の方に、ここにね、三脚穴がね、ついてますんで、三脚穴がついてるということは、なんかね、ここにテーブルタップ的な三脚の足をね、つけることがここにできますし、別の一脚と組み合わせてさらにね、長く取り付けることもできるというね、これがあると結構ね、便利です。もちろん、通常のカメラの三脚の上にこれをね、そのままもうつけてね、で、まあ、外してまた持ち歩くっていうこともできますし、その辺がね、臨機応変に対応できる品物になっております。はい。で、ここの部分ですけどもね、六角ネジ的なね、感じになってますけど、ここをね、こう緩めて、パッと伸ばすんだ。こう出てきますね、ロッドが。はい、こんな感じで。で、これね、ここに、ポチポチがあるのわかります？各部に、ポチポチが。このポチポチがミソでね、このポチポチに合わせてこうね、ちょっとね、全部一回伸ばしますけども、こうね、ねじると、こんな感じで、ぴったり、はい、止まります。で、これをね、こう、緩めるとですね、これが伸縮自在になると。ね、よく普通の自撮り棒だと、こう、伸ばしたままでね、その位置固定みたいになるけども、重いやつをつけると、こうね、回転して緩んじゃうんだよね。こう、振っちゃうんだよね。でも、これは、こう、ぐっとね、こう、ねじって止めることでですね、これがもう、
止まって、伸縮がね、こう縮まないと。伸縮がっていうか縮まないというね。そういうね、こう、長さ調整がね、こう、途中段階でできます。ね、こんな途中の段階でもちょっとねじってあれば、これでもう、ここね、縮まないから。これがね、結構こういいところですね、これの。ね、それでね、私はこれをね、ちょっと買いました。ね、本当に微妙な長さ調整したいとき、ちょっと伸ばして、クッとねじるだけでもうここで止まるから。普通の自撮り棒だったら、止まるのは止まるけどね、横の回転がね、生じると、ね、カメラとかね、スマホもこう傾いちゃうからね、重量でね。これはもうここでしっかりね、抑えられるから、安定してね、使えると。ね、そこがこれのいいとこですね。はい。はい。よいしょ。こんな感じで。で、ここのね、赤いね、帯。これはね、何を意味してるかというと、実はね、これ空張りがありまして、ね、これ赤色のロッドなんで、ここがね、赤色の印だったんですね。はい。これが緑色とか青色のやつはね、ここのね、テープの色でね、このロッドの色が何かってわかるというね、風に、親切になってるわけなんですよ。はい。ちょっと赤色の服着ちゃったからね、赤色と赤色でこれね、ちょうどいい感じじゃないですか。で、しかも今日12月24日ね、クリスマスイブなんで、ちょっとクリスマスカラー的にもこれいいですよね。うん。はい。こんな感じでね、私が今まで過去に紹介してた自撮り棒いろいろあるんですけども、過去に紹介してたやつはね、この途中で止める、しっかり固定できるっていうことができなかった。それとね、長さ的、あと太さ的ね、すごくね、細かった、ロッドがね。これだと結構根元から太いから、結構ね、重量もね、しっかりしたものもね、つけれるし。なかなか安心できるのかなというふうに思ってます。で、こんだけ伸ばしてね、こんだけのものですけども、結構ね、持っててね、重量負担になってないです。当然、上に、重いカメラをつけたら別ですけども、カラーの状態だとね、これ結構ね、この状態でも軽いです。うん。これだけのものだと結構もうね、品物だけで重いんですけども、結構そういう意味では重量的にもね、カバンの中、あるいは、まあ、バックパックの中に放り込んでても、まあ、苦にならない重量というのと、まあ、あとは、ここの取り付けがね、ベゼルネジになっているというところと、あと、ここの接地面、これがね、結構広いんですよ。ここがね、細いやつがあってね、カメラをつけても、なかなかね、カメラの分厚いカメラだと、接地面がね、浅くて、安定性が悪かったんだけど、これだけね、太い接地面だと、広いとね、なかなかこれがね、しっかりね、密着して安定してね、つくことができます。で、この先っちょちょっとわかりにくいですけど、ここもね、しっかりとラバー質になってて、滑りがね、なくて、しっかりこのベゼルでビーッとこう締め込んだ時に密着するっていうかね、それで安定してね、固定することができます。で、ここのチルトネジの固定のところも、よくこうね、ちっちゃいネジで回したりするやつもありますけど、これはね、結構こういうレバー式になってるんで、はい、キュッとね、こう、力入れた時も、無理やりね、こう回し込むっていうことがなくてね、キュッとこう止まった感じが直感的にわかるというね、その辺がね、これのいいところじゃないかなというふうにね、個人的には思ったりします。はい、それとあとロッドの部分、これがね、ちょうど、まあ私の手そんな大きくないんですけども、ちょうどいいね、太さ。うん、これがね、私ね、この、今回選んだ理由であります。はい、今までのやつだとね、例えば X ショットだとか、モノポットっていうね、普通の一般的な、まあ、自撮り棒ありますけど、ちょっとね、ここの柄の部分が細すぎてね、持っててね、ちょっと手が痛くなっちゃうんだよね、逆にね。うん、これだと、ちょっとしっくりね、手にぴったりね、馴染むんで、疲れにくいんじゃないかなというふうにね、思います。はい。まあ箱の裏にもね、いろいろフィーチャーとして、まあ書かれてましたけども、まあ素早く伸びるとかね、スマートフォン対応、まあ当たり前ね、フックついてる。だから楽々角度調整って書かれてるのは、ここのところね。これが結構その、ねじ回しなくてこうね、レバー式になってるんでね、角度調整がね、素早くやりやすいというようなね、ところですかね。はい。これ一応ね、6段で、24ミリって書いてるんで、ここの一番太いところがね、24ミリ太さっていうことでしょうかね。うん、しっかりしたものになっております。で、最新なのは、最長でね、これがね、735ミリ。だから73
3センチ5ミリがね、最長なんで、結構まあ、遠くをね、こう、わーっと撮りたいときね、伸ばして撮るときにはいいかもしれないですね。はい。で、一番短いときで187ミリなんで、まあ、約18、19センチですか。これで19センチぐらいということなんで。まあ、自撮り棒としては本当に手頃ないい感じじゃないでしょうか。はい。重量自体はね、交渉188グラムということで、まあ、自撮り棒の中では若干重いかなというふうにね、重量だけ見ると思うんですけども、持った感じではそれほど重量を感じさせない、そんなね、質感と大きさになっております。それから先につけれるね、最大荷重は 0.4 キログラムということで、400グラムまでと。いうことなんですね。はい。まあ、スマートフォン、コンパクト、デジタルカメラ、そしてから、ミラーレスカメラね。うん、で、パンケーキレンズをつけた時の、まあ、重量ぐらいだということなんで。まあ、一般的に使ってる自撮り棒と、まあ、ほぼほぼね、遜色ない以上ぐらいにちょっとはいけるんじゃないかなというふうに期待をしております。はい。まあ、いろんなね、付属品がセットで、まあ、2600いくらだったかな、うん、確か。タイムセールでね。品物としてはいい品物じゃないかなと思います。はい。これからまあちょっといろいろ、せっかくのこのスマートホルダーね、これが付属してね、ついておりますんで、これも、ここのね、ベゼルネジなんで、あっという間にさっとね、こう取り付けることができます。はい、これをつけてね、例えばこういうふうにちょっと角度つけてみて、普通に自撮り棒で撮った時、それからジンバルを使った時のね、比較動画なんかしてみたい時、ちょっとね、こういったしっかりね、安定して持てるね、自撮り棒ね、持っておくと便利かもしれません。はい。あと、まあ、旅行とかね、行く時になかなかジンバル持っていくにはちょっと大そうだなっていう時は、まあ、こういうね、自撮り棒、しっかりした自撮り棒でね、邪魔にならないように持っていくというのもいいかもしれません。はい。まあ、あとはね、このカラビナをね、ここのところにつけておけばね、このハンドストラップ取ってもいいし、つけてもいいしね、腰にぶら下げることもできますというのが、なんかね、この辺の絵に書いてありました。はい。ということで、今日はまああまりね、もう自撮り棒興味ないわっていうね、方もおられるかもしれませんけども、私的にはちょっとね、用途としてまあ必要だなということで今回ね、買ってみました。はい。もう一回、全体をお見せしておきましょう。ベルボンさんの、CVSS6 という型番のね、自撮り棒になっております。興味ある方、Amazon の方ね、リンク貼っておきますので覗いてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また。